スティーブ・バートマン事件とは二千三年十月十四日に行われた MLB ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第六戦の8回表に起こったシカゴ・カブスファンによるファウルフライの補給妨害事件である。その直後、リーグ優勝まであとアウト五つに迫っていたシカゴ・カブスが大量失点を喫してフロリダ・マーリンズに逆転負けし、翌日の第七戦も敗れて、 ワールドシリーズ進出を逃したことで、この事件は、シリーズのターニングポイントと見られるようになった。シカゴ・カブスは1908年のワールドシリーズを、制して、以来、実に95年間もワールドシリーズ制覇から、遠ざかっていた。ヤギの呪いでも知られている。カブスが、ワールドシリーズ出場を果たした1945年、タイガースを相手に2勝1敗として4戦目を迎えた10月6日の、 ことだった。地元シカゴのバー、ビリー・ゴート・タバーンのオーナーを務めるビリー・サイアニスは、カブスのファン、マーフィーという名のヤギを飼っており、いつも一緒に応援に出かけていた。彼はいつも、マーフィーの分のチケットまで買うほどだった。しかし、シリーズ4戦目のこの日、カブス関係者が今まで問題にしていなかった、マーフィーの入場を拒否した。理由は、マーフィーの匂いだった。 これに激怒したビリーは、二度とこのリグレーフィールドで、ワールドシリーズがプレイされることはないだろうと言い放って、球場を後にした。そのせいか、カブスはこの試合から3連敗を起死して、ワールドチャンピオンを逃すと、それ以降リーグ優勝、ワールドシリーズ出場を果たせないでいた。1972年と1983年には、ビリーの追いのサムが再びヤギを連れて球場へ、 感染しに行ったのだが、ここでも入場を断られ、直後にカブスがリーグ首位から陥落した。2003年、カブスはダスティベーカーを新監督に迎え、中地区優勝を果たす。東地区の覇者アトランタブレーブスとのナショナルリーグディビジョンシリーズも3勝2敗で制し、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズへと駒を進めた。バートマンが座っていた座席は赤きエース。 マークプライヤーは7回まで95球で、ヒアンダさ3、無失点の高騰を続け、チームも3から0とリードしたまま8回のマウンドに、上った。先頭のマイクモーデカイを左に打ち取った後、フアンピエールに2塁打を打たれ、1死2塁となった。続いて打席に入ったルイスカスティーヨが、ファウルゾーンへ引きを打ち上げ、左翼手のモイゼス・アルーが3塁観客席ギリギリの、地点で、 補給体制に入った。ここで落下地点付近のスタンド最前列に座っていた男が手を伸ばしてボールに触れ引き落としてしまった。補給に失敗したアルーは補給を妨害したファンに向かって激しい怒りをあらわにした。その後、妨害がなければアウトになっていたはずのカスティーヨが死球で出塁し大量得点へとつながった。こうして カブスは1イニング8失点で大逆転負けを喫し、58年ぶりのワールドシリーズ進出を逃した。妨害の際に男の顔がテレビ画面に大写しにされ、ニュースなどでも何度も繰り返して報道されたため、その男がシカゴ郊外に住むスティーブ・バートマンという26歳の青年であることが試合後にインターネット上で特定された。さらにシカゴさ隊ムズカミが、 バートマンの職業や家を掲載した。当時、バートマンは仕事のカターリトルリーグチームのコーチも務めていた。次々打者のミゲル・カブレラが放った平凡な夕頃での閉殺に失敗したアレックス・ゴンザレスのエラーも致命的であったが、ファンの批判はバートマンに集中した。勝ち、チャド・フォックス杯マーク・スマーープライアー観客動員数、人、試合時間。 3時間00分8回をもって、フロリダ・マーリンズの攻撃第7戦に敗れて、シリーズ敗退が決まった後の10月17日、カブスは公式サイト上で以下の声明を発表した。ザシカゴ・カブス、ウッド・ライク・ツー・サンク・アワー・ファンズ・フォー・ゼ・アート・レメンダス、ウッド・ポーリング・オブ・サポート・ディス・イヤー、ウィー・アル・ベリー・グレート・フル、ウィー・ウッド・オール・ソー・ライク・ツー・リマインド・エブリワンザ、ト。 ゲームズアレディサイディッドバイホワットハッンズオンザ、プレイングフィールド、ノットインザスタンズ、イットイズイナキユットアンドアンフェア、ツーサジェストザットアンインディビジュアルファンイズレスポンシブル、ホーザイベンツザットトランスポイドインゲームロ HE ディドホワットエブリーファンフーカムズツーザ、ボールパークトライズトゥーデュー、キャッチ、エーファールボールインザスタンズ、ザッツワンオブザシングスザットメイクスベースボールザスペシャル。 スポーツザットイトイズ、ディスワーズアンエキサイティングシーズン、アンドウィアールキングフォワードツワーキングトゥワーズアン、エクステンデッドランオブオクトーバーベースボールアット、リグリーフィールド。ありがとうございます。